こんにちは。女性のための優しい漢方薬教室。今回は京都市東山区にある雪舟庭園文太院からお届けします。特に朝方に起こる頭痛頭重に良いとされる長湯散という漢方薬のお話です。長湯散は中年以降の人の慢性的な頭痛に効果があるとされる薬で、高血圧や慢性期の脳血管障害、脳梗塞などの後遺症に伴う頭痛にもよく用いられます。頭痛に伴うめまい、肩こり、うなじのこり、のぼせ、不安焦燥感、睡眠障害などの症状も合わせて改善します。血管性認知症の人に長湯散を飲んでもらい、その効果を調べた研究では、会話の自発性の低下や表情の乏しさ、幻覚、妄想、夜間繊毛、睡眠障害などの改善が見られました。これらは漢方で気虚や肝の失調と捉える症状とも一致します。配合生薬は石膏、長湯膏、陳皮、麦門冬、半夏、茯苓、菊花、人参、防風、甘草、生姜。長湯散が向く人は、体力が低下したあまり冷えのない人に向きます。主な症状は、慢性の頭痛、頭重感、のぼせ、めまい、神経過敏、慢性の頭痛、頭重感、意欲の低下、不安、不眠、イライラ、肩こり、うなじのこり、高血圧傾向です。今日はこれでお話を終わります。最後までご視聴ありがとうございました。薬の相談、心の相談は、京都女性漢方松見薬局、管理薬剤師梅垣真由美まで、いつでもお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。長湯散のポイントは2つです。高血圧傾向、そして慢性的な頭痛、この2つに絞って思い当たる方は松見薬局までお問い合わせご相談ください。頭痛といってもいろんな種類がありますけれども、特に朝方に頭痛が起こりやすいというのが長湯散のもう一つの特徴になります。それでは終わります。チャンネル登録もよろしくお願いします。